はい、どうも山本明です。いやー、まあ暖かいですね。今ね、外気温が19度ということで、まあ、かなりね、大阪の方も暖かくなってきています。はい、で今日はですね、多少ね、時間が取れたので、まあ、軽くね、撮影しに行こうかなというところで、今ね、奈良県の旨味丘陵公園の方にね、向かっています。で、まあだいぶね、河津桜の方がもう多分満開なんじゃないかなといったところと、もう梅の方はね、だいぶもうピークはね、過ぎてるかとは思うんですが、まあ、結構ね、私の、まあ、友達の方も、まあ、旨味丘陵公園でね、まあ、写真だとかをアップされていたので、まあ、それを見る限りでは結構いい、まあ、いい時期なんじゃないかなといったところで、まあ、私の方もね、まあ、軽く、まあ、限られた時間ですけど撮影してこようかなというふうに思っています。はい、で、まあ、前回とね同様に、まあ、今回のね今使っているカメラは ZFC になります。はい、まあ、今回はね車載カメラとしては ZFC で、撮影カメラとしてはまあ、Z9 と、24-120 の、ね、レンズですね、まあ、こちらを使っていこうかなというふうに思っています。で、まあ、河津桜プラス梅で、まあタイミングが良ければ、目白とかねいたら一緒に撮れたらなというふうには思っています。はい、まあ、なので今回はね写真もね動画もという形で撮っていきたいなというふうに考えています。はい、でね、ちょっとせっかくなんで、まあ、運転しながらねお話をねしていきたいと思いますけど、でまず最近ね、まあ、気になっているところでいきますと、Z9 のメモリーカード問題ですかね。私はね動画ユーザーなんで、まあ、やっぱり長く撮れる、CF エクスプレスカードが、まあ、欲しいんですよね、まあ、必要としているんですよね。まあ、なので、1テラの、まあ、CF エクスプレスをね、導入したんですが、ちょっとね、不具合があって、まあ、読み込みができないというか、はい、まあ、そういったね現象が起きています。まあ、ちょっとその辺はね、大容量の、確認の取れた CF エクスプレスってないので、まあ、現状ね、Z9 に推奨しているのは、まあ、ソニーとかレキサーとか、あとはまあプログレードかなといったところの中で、まあ、一番ね、テストで使われているのは、まあ、コバルトだとは思うんですけど、でコバルトであれば、特にね、まあ、今のところ全く問題はないです。はい、でコバルトではなくてゴールドですね。大容量あるのが、まあ、ゴールドになりますので、まあ、それでいくとちょっとねエラーが起きてしまったよという感じです。はい、まあ、なので、まあ、その私がねこう触っていて思うところでいくと、結構やっぱり容量大きい方が、エラーになりやすいんじゃないかなというふうに思っています。で、噂のねエンジェルバード、512GB をね、まあ、買ってみたんですが、まあほぼほぼ不具合はないです。はい、まあ、ただ1回ですね、スロット 1,2 に、両方ねカードを挿している状態で、スロット1にエンジェルバードをね、まあ、挿した時に読み込まない時がありました。はい、まあ、そこがねちょっとまあ引っかかったんですが、ただスロット2、エンジェルバードね単体で挿している時は全くエラーは起きてないです。まあ、なのでちょっとね、まあ、その大容量のCF エクスプレスカードと、あと、まあ、その、スロット1、2に入った状態で、
多少ね、その、まあ、Z9 の方に負荷がかかっているというか、まあ、読み込み、そのカードを入れた瞬間の、まあ、カードの中身をね、確認するための、まあ、作業というか、まあ、そこがね、ちょっと時間がかかってるんじゃないかなというふうに思っています。はい。で、そのね、読み込みの時間がかかりすぎると、まあ、エラーに、ね、まあ、なるような感じがしますので、まあ、その辺ね、あのカードの問題もあるかもしれないんですけど、まあ、Z9 の方も、まあ、若干そのちょっとね時間読み込みに時間がかかった時のエラーが、まあ、すぐにね、ならないような感じにしてくれたら、まあほぼほぼカードはね使えるんじゃないかなというふうには考えています。はい。まあその辺のね原因ぐらいしか、まあ、私はね、まあ、思いつかないので、まあ、あとはですね、あのメーカーさんと今ねやり取りをさせていただいて、まあ、確認をね進めているところです。はい。で、まあ、ニコンさんの方にもね連絡はさせていただいて、まあ、その辺ね、調査するといった感じになってますので、まあ、その辺ね分かってきたら私もね、まあ、ご報告したいなというふうに思っています。まあ、特に長回しが必要な動画ユーザーにとってはですね結構重要なね、ポイントになってくるかと思いますので、まあ、そこだけやっぱり安心してね使うためには、まあ、明確にしておく必要があるんじゃないかなというふうに思います。あとはね、まあ、ニコンとして、まあ、その大容量の、CF エクスプレスカードなり、まあ、何かねその推奨できるものがあると、まあ、ユーザーとしてはね助かりますよね。まあ、そんな感じでそのメモリーカード問題が今ちょっと起きているよということですね。はい。いやーでもお腹空いたな。今ね11時39分ということでちょっとね旨味給養公園に行く前に何か食べたいですね。どっかあるかな。ちょっとねいつも気になっているラーメン屋さんがあるんですよ。はい。行きたいなって思ってて、まあ、入れなかったんで、まあ、タイミングがね、まあ、悪くて入らなかったんですけど、今回のタイミングはちょっと良さそうだな。ちょっと行ってみようかな。あれ反対車線なんだよな。まあ、なんかこんな感じの緩い、車載カメラでもね語り動画もありかもしれないですね。まあ、なかなかね、まあ、時間取れないんで、まあ、こういう形で移動しながら撮れれば結構効率がいいかな。まあ、本当にドリキンさんをね見習って動画ねできていけたらなというふうに思ってはいるんですけど。はい。こちらになりますね。ずっとね気になっていたお店なんですけど、ね、なかなか味噌ラーメンって珍しいので良さそうですよね。選んだのは北海道味噌の、味噌ラーメンということで肉ネギ味噌ラーメンかな、はい、を食べました。で、まあ、店内はね結構香ばしい、チャーシューのね匂いがしていたので、そうね、チャーシュー麺頼めばよかったかなというふうに思いましたね。はい。
初めてね入るんで、チャーシューがどこまで入っているのかっていうのはね、まあ分からなかったし、あとはまああとね、変わってるなって思ったのが、フライドポテトかな、はい、が、まあ、2つ入ってましたね、はい。でチャーシューに関しては、まあ、切ったチャーシュー細長くね、まあ、切ったチャーシューが、いくつかね、何枚ぐらいかな、まあ、4、5枚ぐらい入った感じですね。まあね、そんな形の、味噌ラーメンのお店でした。しかしね、暑いね。もう車内はちょっともう冷房入れたいぐらい暑いですね。到着しました。はい、まあ結構ね、河津桜の方は咲いてそうですね。まずはね、河津桜の方に行ってみたいと思います。まあやっぱりね、人気スポットということで人が多いですね。かなり満開。ちょっとこの辺で撮ってみるか。河津桜の方はね、めっちゃ咲いてるんですけど、まあ、なかなか鳥たちにね、会うことができないですね。一回ね、メジロが来たんですけど、ちょっと取れなかったですね。残念ながら。一旦梅の方に行ってみます。
はい、ということでですね、いかがだったでしょうか。ちょっとね、あの取れ高の方は、まあ、まだね私は確認してないのでわからないんですけど、でまずね、まあ、野鳥に関しては、メジロと、シジュウカラになるかと思うんですけど、まあ、そのね、2種類だけでしたね。まあちょっとねタイミング的にもちょうど一番暑いタイミングできたっていうのもあるかもしれないし、まあ、木陰に行くとね、シジュウカラとかね結構まあ、いたんですけど、まあでもなかなか、24120ではね厳しいですね。でまあ、あの DX クロップもまあして、まあ、撮ってはみましたけど、やっぱり望遠レンズいりますね。はい、まあ、120mm でどこまで撮れるかなっていうふうには思ったんですけど、まあ、そんな感じかな、感想的には。あとは、まあ、動画の方はね 4K120p にすれば 2.3 倍の、ね、クロップになりますので、まあ、それはそれでね使えるかなというふうには思います。はい、じゃあね、まあ、今から帰りながらちょっとエンディングのねお話をしたいと思います。はい、ということでね、最後までご視聴ありがとうございました。またね、次回以降の動画もご覧いただけたらなというふうに思います。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。